ワンピースコスプレは俺たち組のベストオブワンピースコスプレを決めようの会。ワンピースコスプレ王は俺だ。タロちゃん組のベストオブワンピースコスプレを決めようの会って言いました。エントリーする人はタロちゃんしかいないってことですか？僕が自称ワンピース芸人としてこれまでにいろんなワンピースコスプレをいろんなところで披露してきたんですよ。だからその中で俺は一番誰が良かったのかわからない、それをちょっと決めていただきたい。やりすぎてわかんなくなったから一番いいコスプレを決めてくれって。そう、決めてくれって。あかねは、その空島編までしか実はワンピースを読んでない。シネマンガテレビのメインヒロインが空島しか読んでない。風上にも置けない。今日から俺はワンピースを今から教育していきたいと思います。なるほど、それはいい試みですね。そうです、だからね、早速見せていきたいと思います。はい、分かるやつは分かるから。このキャラ知ってます？このキャラ、知らないです。ちなみにその僕のコスプレこれなんですよ、これですね。あ、全然いいですね。全然わかる。100人と100人が答えられる。これ知らない。はい、まあ、シャンクスは知ってる。あ、知ってる知ってる知ってる知らないつまだったけど。あ、びっくりした。びっくりした。え、じゃあこの人の名前なんかわかる？なんだと思う？これ、あのね、なぎなたおじさんいや、まあ、ぽいけど、なぎなたおじさんってなぎなたおじさん本名なぎなたおじさん。ここだけがもう、ここだけ白ひげですよ、これは。白ひげ？そうだよ。簡単すぎだろ。エドワード・ニューゲート。名前つけるには。白ひげ、エドワード・ニューゲートか。そうです。ニューゲート。逆に、空島編まで見てると。あ、見てる見てる。だから、わかるやつはわかる。じゃあ、これはわかりますよ、これ。あ、わかるわかるわかる。わかるよ。これ、俺の中でもベストコスプレの人。いや、すごいね。どうすか？わかりやす。あ、いいよ。エネル。おー、正解。ゴッドエネルはわかる。私、だって、ワンピースの。ゲームやってて、ああ、ブランドバトルだな。こいつ倒した。後ろフラフープで、フラフープだよね、これ。あとはこの100均のお皿をこう、シャリンガみたいに変えたみたいな。あ、いいですね。顔腹立つな。顔腹立つですよ。こいつわかるじゃん、こいつ。いや、わかんない。これは空島編まで出てましたよ、こいつは。嘘。行ってみ。この人の名前なんだと思う。イメージで決めよう。三メガネ。三メガネ。まさしくだけど。英語だ、まあ確か三メガネっちゃ三メガネ。英語ってこと？英語だと、誰今炊飯器炊いた？ちょうど炊けました。ちょうど炊けましたけど。なんだと思う？英語だと。スリーグリーン。スリーグリーン。惜しいのか惜しくない。まあミスタースリーって覚えておいてくれれば。本名はギャルディーノ。そうですね。クロコダイルってわかる？こういうやつ。こういう、あ、わかんないわ。空島編まで、空島しか読んでない。じゃあね、あ、こいつ、こいつ、これです。はい、もうこれは完全にわかりますよ。俺もね、ファンが多いですから。知らないよ。もうネット民大好物。大好き。もう羽も生えてるんですけど。羽がまずすごいわ。羽生えてるから。羽ね。ヒゲ天使。なんでその変な源氏名をつけてくるの？これ、海藻ウルージというですね、まあ、ルフィたちと同世代の最悪の世代って言われてるメンバーの一人みたいな。あ、その悪いっていうのは、いい意味で悪い。そう、いい意味で悪いみたいな。目立ってる、目立ってる。目立ってる強いやつら。これ何持ってんの、これ。これゴミ箱っすね。これはどうでしょうね。あ、もうこれ簡単ですよ。わかります？マジで簡単そうだな。物語のキーになる人物。わかりやすい。わかる。何ですか、この人の。白クマ。ああ。え？ああ、でもね、惜しい。惜しい惜しい。今まで一番。こいつが白ひげです。こいつ白いじゃん。だから白クマ。なるほどね。的を得ているってやつ。ちなみにこれ。すごいな。これ誰だと思います？これもうね、あの人だよね。あの人だよね。誰だと思います？バサラ。まあ言うと思ったね。まあまあそうなんですよ。これシルバーズレイリーっていうね、ルフィの師匠みたいな。ゴールドロジャーの右腕というね。ここからバサラのカツラは始まったんです。なるほど。もう先にこれで持ってたんだもん。そういうことなんです。剣は？剣。これはね、昔働いてた、この侍居酒屋みたいなところでバイトしてたんですよ。コンセプト居酒屋みたいな。刀？模擬日本刀みたいなのあって、それを借りて、ちょっとレイリー取りたいんでいいですかって言ったら、はいって言われたんで。この時の刀でございます。この人は。いや、わかるわかる。わかるわかる。これわかる。波。悔しそうに言うなよ。波。これ、ヒゲガールズの。これびっくりしたんだけど、そう、ヒゲが青ヒゲだから、こう隠して撮った。そうなんだ。そしたらこうなったんだけど、あ、
だからあのお釜とかお姉の方はこういうポーズするのかな。冷え隠してんだ。そうそうそう、冷え隠してんだけど、そういう分かったってこと。そうで、あの一番驚いたのがちょっと化粧したんだけど、うん、マジでお母さんにそっくり。あ、そうなんだ。リエコかと思った俺。お母さんしか分かんないけど。マジでリエコだ。そうなんだ。そう、顔長いし、お母さんもじゃあナミに似てたって。いや、ナミには似てねえ。似てない。一番僕が個人的に漏れたっていうのはこれなんですけど、これ分かるんです。誰か分かるんですか。あかねさんからじゃあ予想で。予想ですよ、うん、マダガスカル。正解をどうぞ。コラソン。ああ、正解。コラソン、コラソンですね。まあ、ドンキョーテロシナンテというね。はいはいはい。ちょっと難しいのいきますね。いや、俺は分かる。分かります。この一応ここになんかある食べ物が載ってる。食べ物を当てればいい。じゃあ食べ物なんて言うの、うん、パイナップル。違う。違う違う。このサイズ、このサイズの。え？なんかこういう意外が。はい。栗。お、お。私。そう、空島編の。知ってる知ってる。お、お。栗タバコ。いや、まあまあ、モンブラン栗タバコ。モンブラン栗タバコさん。モンブランクリケットだよ。正解正解正解。逆に気になるやつあります？こっからじゃあ。ちょっとアバターいたけど。アバター。ああ。これだ、これなんですか。これ。これはでも、あ、青鬼。青鬼。CP9 でいうところの生命期間しすぎてる。あ、そうだ、本体より、ね、本体よりね。シュッってなってる。本当は諸岡ビッグ J みたいな体型のやつなんで。そうだね。もっとふくよかな。魚人。うん、あ、魚。何の魚だと思う？何の魚人だと思う？あー。うん、じゃあそこを言えば多分。青葉スズメダイ。青葉スズメダイ。あんま出てこない。青葉スズメダイの魚人。どう出たの？普通なんかあるだろう、もうまだマグロとかシャチとかなら言いやすいのに。サメ？おお。オホジロザメではない、これジンベエザメなんですよ。はぁ、のジンベエっていうキャラ。まあ名前は出てたな。麦わらの一味の。似てないわ。あと他ね、あのビッグマム。これビッグマムか、うん、待って、最近テレビで見た。あ、見た。だって最近やってるやつでしょ。そう、最近やってる。どれがいいですか。わかんないから創作がすごい。アカネの選ぶ創作もすごい。お、決まりました。ベストオブワンピースコスプレはバーン、ゴッドエネルです。ありがとうございます。これからゴッドエネルとしてあの日々精進していきたい。いや、いいんじゃない。でもゴッドエネルあるある。なのでちょっとお楽しみにしておいてください。おー、いいです。以上、ゴッドエネルでした。え、違うけど襲名式みたいな。